今回はですね、花屋龍馬さんが動画を出していました。無職ニートが語る成功法則、辞めないことについてということでね、お話しされてます。まあ、私が見るところ、花屋龍馬さんっていうのは去年の今頃、私がね、花屋龍馬さんの動画を見た時はチャンネル登録者数110人とか20人ぐらいのものだったと思いますけども、1年経ってですね、今チャンネル登録1840人ということで、まあ、10倍以上になってるんですよね。そしてですね、数々のYouTuber さんとのつながりができました。花屋龍馬さんと同じように頑張ってらっしゃる方とたくさんつながってですね、花屋龍馬さんの暮らしを今ものすごく支えていると思うんですよね。じゃあですね、なんで辞めないと稼げるようになるのかっていうテーマで今日はお話していきます。でもう一個言うとですね、なんで、稼いでる人っていうのは辞めなければ成功できるっていうのかってことなんですよ。これ答えはね、単純にみんな辞めるからなんですよ、ね、例えばね、野球の試合をしたと思ってください。試合にバット持って行きますよね。で、もう時間無制限でこうね、打つ方と守る方と交代でやるとするじゃないですか。もうね、やめていきます、相手の人は。っていうことが不戦勝になるんですよ。戦ってないのに勝つんですよ。うん、で、10回やると、10個のスキルが溜まっていきます。経験とか見識とか工夫が溜まっていきます。これそうですよね。で、10回やった人から500回やってる人、1000回やってる人を見ると、いや、すごい人だなと思うじゃないですか。だからね、続けていくと100回ぐらいできるんですよ。で、100回やると100のスキルがたまるんですよね。まあ、YouTube をちょっと例に申し上げますと、500動画アップロードすると、その動画を見てる方とのご縁が生まれるんですよね。これ生まれますよね。花屋龍馬さんは動画をいっぱい出すことによって、動画を見てる人、で見てる人の中にも YouTuber さんがいらっしゃる。で、縁が生まれて、会いませんかになったりね、こうしませんかになったりするわけなんですよ。で、あっちこっちと、あ、なるほどっていうふうに勉強することができたりとか、じゃあ、いつの間にかね、花屋龍馬さんの姿を見て、まだ YouTube とか活動を始めたばかりの方は、あ、いつか花屋龍馬さんみたいになりたいなと思うわけなんですよ。あれ？すごいですね、これ。花屋龍馬さんがかつて、いやー、こんな人になりたいなと思ったところを見ながらやっていったら、こんな人になりたいなとこまで来ました。そうするとですね、今始めた方とか、もう挫折した方ってのは、花屋龍馬さんみたいになりたいなと思うわけなんですよ。いつの間にか憧れている存在が憧れられる存在に変わってるということなんですよね。これが続けるだけで勝てるってことになるんじゃないですかね。本当続けるだけなんですよ。やってるだけ、やめないことなんですよ。うん、でこうするとね、本当にいろんな分野で あることに気づきます。成功してる人、もしくは一等地を抜く人って、戦ってるのかなと。まあ、戦ってる人もいますけども、大半の人はですね、不戦勝なんですよ。だってライバルが勝手に辞めて退場していくんですよ。辞表を出していくんですよ。ってことはいつの間にか自分が勝ち頭になってるんですよね。私ね、介護の業界にいたことがね、13年ほどあるんですけども、3年経つと私が入社した時にいたベテランみんないなくなってるんですよ。3年経つと私が一番古株なんですよ。ってことは、何でも私のところにね、相談事が来たりとか、指導役に私がなったりとかね、そんな感じなんですよ。ただいただけですよ。スキルはそんなに変わってません。でも3年間でみんないなくなるんで、あれ、なんか知んないけど俺一番の古株だ、すいません、ういっすみたいな感じになってましたね。で、入社した時はみんなベテランだと思ったんですよ。わあ、もうこの中でやっていけるかな、みんな若いなとかね。3年経ったら、あれ、みんないなくなっちゃった、俺なんかいつの間にか古株なんですけどみたいな。で、なんか決め事とかね、なんかこう一定のプロジェクトがあったら常にリーダーみたいなね、いや、久保さんがまとめてくんないとダメですよ、みたいな。いや、僕まだ3年目ですよ、って言うから。いや、3年以上の人いないじゃないですか、って。あ、本当だ。俺が一番ベテランだよ、みたいな。こんなことになっちゃうんですよね。ということなんでね、辞めないことが、まあ本当全ての秘訣なんですよね。それ以外にないですね。私が2013年、40歳で初めてブログを書いたりね、アフィリエイトってものを始めた時ってのは、まあ、右を見ても、左を見ても、上を見ても、下を見ても、ベテランばっかりだったです。みんな名だたる人です。え、あなた3年もキャリアがあるんですよ、すごいですね。え、あなたは毎月5万も稼いでるんですか、すごいですね、みたいな、そんな日々でした。でも3年やってみると、その時憧れていた人はみんないなくなってですね、まあ、ある人は稼げなくなって、ある人は最初からインチキだった、ある人は詐欺商材を売ってバッシングされたと、ね、なんか知んないけど気がついてみたら、速稼塾の久保哲郎っていう人間がね、3年経つと、あ、なんかわかんないけど1億円ぐらいできてるし、借金なくなってるし、なんか知んないけど、あれ、速稼塾の久保、あ、なんか検索者出てくるし、みたいな、ね、そんな感じで、いつの間にか、あ、久保先生みたいなね、速稼塾まだ入れるんですかとかね、あれ、いつの間にかなんか知んないけど、向こうから問い合わせ来るようになった、え、検索してそんなに動画見てくれたんですか、ありがとうございますみたいな感じですよね。ある時は
手紙が来てみたりとか、ある時はなんか郵送物送られてきてみたりとか、ある時はピンポーンって来てからね、どうしたんですかって言ったら、九州から出てきたんですよみたいなね、すごいっすね、今日なんかアポイントメント取られなかったんですかって言ったら、いきなり来ましたみたいなね、そんなね、もう押しかけ顧客、押しかけ弟子がいっぱい来る時期もありました。だからね、続けているとそういう風になるんだろうなと思います。もう一回ね、結論言いますけども、なんで辞めないと勝てるのか、それはみんな辞めるからなんですよ。だからみんな辞める市場で自分だけ辞めないと自分だけ生き残っていくじゃないですか。だから勝って、なんか勝負もしてないのに不戦勝なんですよ。まあ花屋龍馬さんはね、勝ちまくって今の地位にいますけどね、もう私なんて本当にね、もう老兵ですよ、もう早く引退しろみたいなこと言われそうなんでね、まあ隠居してますけども、花屋龍馬さんはね、本当にすごい人です。私はね、花屋龍馬さんに出会えただけで人生にものすごくね、私はね、もう後悔がないですね。こんな素晴らしい人に会えたのかと思って、その素晴らしさをね、今日動画説明欄にこう残しておきますんでね、あとこの愛なんとかですか、カードっていうんですけど、ここにもね出てるんじゃないですか、ここら辺、ぜひね、こっちからこっちから分かんないですけど、この上の方に出てますんで、クリックして花屋龍馬さんの動画に行って、花屋龍馬さんのチャンネル登録をして、いいねボタンをバン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 押してください。まあバンバン押してもね、1個しかつかないんですけども、まあきっとね、あなたの心の支え、花屋龍馬さんになってくると思います。おめでとうございます。私はね、花屋龍馬さんが頑張れば頑張るほど、私はね、自分のね、未熟さ、もう至らなさ、バカさ加減にね、ほんとほんと嫌気がさして、ほんとそろそろ隠居しなければならないなと思って、まあ隠居してるか、ということになっております。じゃあ今回も動画ご覧いただきましてありがとうございました。花屋龍馬さん、グッドラック、グッドラック。終わんないですね、これ。カメラこのままでいいんですか。俺が切るんか、これ。誰もいないもんね。